サッカー J1 リーグの開幕を前に、清水エスパルスが地元の神社で必勝祈願をし、今シーズンへの決意を新たにしました。6日後に控えた開幕戦を前に、エスパルスが静岡清水区の神社で必勝祈願を行いました。選手やスタッフおよそ50人が神事に参加し、キャプテンの権田選手が意気込みを語りました。エスパルスって昔は強かったよねじゃなくて、これからもっともっとあの時よりも強くなるんだっていう決意を持って僕らやっていきたいと思うので、今シーズンもよろしくお願いします。開幕戦は今月19日の午後2時からホームの IAI スタジアムで行われます。